吉田亮は、兵庫県西脇市出身のプロ野球選手、宇藤右内、オリックスバファローズ所属。小学校1年時から、西脇スポーツ少年団で、軟式野球を始めると、西脇市立西脇東中学校への大学中に、兵庫北番シニアで、投手としてプレー。全国大会にも出場したことから、神奈川県の東海大附属相模高等学校に、進学した。 東海大学附属相模高等学校では、1年次春の対外試合からベンチ入りを果たした。2年次夏の第96回全国高等学校野球選手権大会では、神奈川大会の決勝で8回に3を投げて20奪三振を記録。チームの優勝に貢献したが、本大会では松本勇気を擁する森岡大学附属高校に敗れた。 二年時秋、腰椎分離症を発症。それにより、ウエイトトレーニングや走り込みで体を鍛える冬場に、強化を行うことができず、体のバランスが乱れ、また自身も考えすぎたことで投球フォームを崩してしまう。三年時の夏には、二年連続の神奈川大会、優勝を経て、第九十七回全国高等学校野球選手権大会で、 同学年の左投手、小笠原慎之助と併用された。大会中に、腰椎分離症が再発するも、お声類を要する関東第一高校との、準決勝では、先発で7回を1失点に抑えて、チームを決勝に導いた。後に、チームメイトとなる、佐藤瀬名のいた仙台育英高校との決勝では、先発した小笠原が本塁打を放つなどの活躍で、 優勝を決めたが、吉田の出場機会はなかった。2015年の NPB ドラフト会議で、オリックスバファーローズから5巡目で指名され、契約金3500万円、年俸500万円という条件で入団した。背番号は66。また、この会議では、小笠原も、中日ドラゴンズから1巡目指名され、入団した。なお、オリックスには、入団の時点で、 吉田厚志、吉田一章、吉田友人、吉田正志直が在籍していた。このため、入団後には本名を登録名に使用し、名前のローマ字表記をユニフォームに使用している。なお、2021年9月18日から9月21日の BS オリッコで2021で、選手自身がニックネームを決めて、セネームに表記する企画では、名字での吉田表記を使用した。 2016年は高校時代の良かった頃の投球フォームを見直し修正を行った以前のようにリリースポイントを前にしたことで直球の速さとスライダーのキレが増したシーズンでは一軍公式戦での登板はなかったがウエスタンリーグ公式戦には12試合に登板し2勝2敗防御率5.79の成績を残した2017年には7月13日の フレッシュオールスターゲームにウエスタンリーグ選抜の7番手投手として7回裏に1イニング限定で登板した。同リーグ公式戦には16試合の登板で6勝5敗防御率2.37を記録10月3日の対北海道日本ハムファイターズ戦で先発投手として1軍公式戦へのデビューを果たした。シーズン終了後には 台湾で開催された2017アジアウィンターベースボールリーグへ佐藤と共に NPB ウエスタン選抜チームに参加。4試合に先発し、12月2日には NPB イースタン選抜打線を相手に1から0というスコアで完封勝利を挙げた。オフはチームメイトの西祐希と共に高校の先輩である読売ジャイアンツの菅野智幸らの自主トレに参加した。 2018年には、ウエスタンリーグ公式戦10試合の登板で3勝2敗、防御率4.18を記録したが、一軍公式戦への登板機会はなかった。2019年には、ウエスタンリーグ公式戦29試合の登板で3勝、1セーブ、防御率1.38という好成績を記録。一軍公式戦にも、中継ぎとして4試合に登板した。2020年には、 レギュラーシーズン開幕半月後の7月15日に救援要員として出場選手登録を果たすと7月31日の対日本ハム戦でプロ初ホールドを記録8月に入ってから一軍公式戦へのシーズン登板数がキャリアハイに達したほか中継ぎ陣の一角を担いながらシュートを武器に高騰を続けている一軍の首脳陣がチームの7連敗阻止をかけて シーズン初のブルペンデーに指定した8月15日の大福岡ソフトバンクホークス戦では3年ぶりに先発した吉田一章の後を受けて5回裏に3番手で登板1イニングを無失点に抑えると吉田ただしなによる2回表の敵字二塁打などで奪ったリードを後続の4投手も守り切った末に1軍公式戦での初勝利を挙げた直球の最速は 時速 151km。変化球は、キレのある縦変化のスライダー、フォークボール、シュート、カーブを投げる。制球力に優れている。プロ入り当初は、直球とスライダー、フォークボールのコンビネーションが投球の柱であったが、4年目の終盤にシュートを習得。手応えをつかんだ5年目以降はこのシュートと以前から、武器であるスライダーとのコンビネーションを柱とし、 時折フォークボールを織り混ぜるスタイルに変更。直球はほぼ投げなくなった。高校時代の同級生で、ライバルでもあった、小笠原慎之介とは親友である。プロ入り後は別々のチームとなり、小笠原と1対1の真剣勝負で投げ合ってみたい。日本シリーズの第7戦とかでやりたいと語っている。また、他の同級生の活躍は気にしないけど、 小笠原だけは気になる。チームメイトでもあったし、一番の親友だから、一番いい刺激になると語っている。ありがとうございます。